8月24日火曜日、一市町日置で体験を通して食と農業の関わりを学ぶためのイベント、ワクワク食農体験隊が行われました。このワクワク食農体験隊は、毎日食べている食べ物についての認識を深めるとともに、食べ物を作る農業の大切さを知ってもらおうと、一市町地産地消子どもの元気づくり協議会が開催したものです。この日は一市地域の小学4年生から小学6年生までの19名が、工学館大学の学生ボランティアや協議会のスタッフとともに農業体験を行いました。はじめに有限会社ドムパワーファームの経営者中谷秀夫さんが、思っている農業と体験する農業ではかなり違うと思います、また野菜の収穫した野菜を使った料理などの体験から食についても学んでくださいと話されました。その後、圃場へ移動し、野菜の収穫方法について説明が行われた後、スイカ、キュウリ、トウモロコシなどの野菜を玉のような汗を流しながら楽しそうに収穫していました。またハウスで栽培されている小松菜やプチトマトなどの収穫も行われ、子どもたちは青々と成長した小松菜を力いっぱいに引き抜いていました。昼食では炊きたての一市米で自ら握ったおにぎりや、収穫した小松菜を使った味噌汁など、地元産のお米や野菜の美味しさを堪能していました。大きいキュウリが取れて嬉しかったです。トウモロコシの皮をむくのが楽しかったです。キュウリを収穫するのが楽しかったです。暑かったけど、いろんな野菜が取れてよかったです。トウモロコシが生で食べれてびっくりしました。生で野菜を食べたのが初めてだったのでよかったです。思ったよりキュウリがでっかくてびっくりしました。あとトマトを生で食べて美味しかったです。また午後からは大型トラクターの乗車体験が行われ、子どもたちは普段乗ることのできない大きなトラクターに少し緊張した表情で乗り込み、操作方法を教わりました。その後、子どもたちは教わった通りに操作しながら、恐る恐るアクセルを踏み込むと、トラクターは力強く発進していきました。イベントの事務局である一市総合秘書地域振興課は、このイベントを通じて子どもたちは農業と食のつながり、食べ物の成り立ちやありがたさなどを知り、心と体の健康のために食が重要であることを体感できたのではないでしょうか。これをきっかけに、食に関わるさまざまな人や命に感謝する気持ちも育んでほしいと思いますと話していました。